はい、酒好きな俺の飲酒動画を始めていきたいと思います。今回は、芋焼酎、久々です。こちらがですね、白玉のつゆでございます。はい、白玉のつゆといえば、知ってる方は知っている。こちら、伝説の、プレミア焼酎の魔王の酒造が作った、魔王じゃない芋焼酎。ね、まあ、ね、白玉酒造、じゃあ、白玉醸造、合名会社、ですね。こちらが、まあ、魔王の酒造でございます。容量が 720ml。原材料、さつまいもと米麹。アルコール度数が25度。創業明治37年。たまり、なんとかの、起業から100年余り。白玉のつゆの銘柄と変わらぬラベルデザインに。まあいいや。なんかようわからんこと書いてありますけど。まろやかな風味と引き締まった余韻を飲む人に与え、まさに本場、薩摩の味を代表するにふさわしい味わいに仕上がってますと。ね、本格焼酎。白玉の湯。白玉のつゆ。人肌、温で温めて、と、室温で飲むのがおすすめとなってます。ね、白玉のつゆ。これがですね、値段、安かったです。990円。で、売ってたんですよ。おーっと思って、俺、これまさか、あの伝説の魔王の、あれじゃないかと思ってね。990円安いと思って、これは魔王は買えないから、こっちで我慢するか、ということで、ね、買ったわけです。ね、では早速。ストレートで飲んでいきたいと思います。ね、魔王の、まあ味は飲んだことないんでわかりませんが、まあね、魔王に似た味がするのか、ね、もう知れません。わかりませんが。じゃあ乾杯。久々だな、芋焼酎。なんかパッケージが変わったのかな？違うのか？変わってはないのか？なんか 1.8 リットルの一升瓶と比べると全然パッケージのあれが違うんですけど、美味しい。普通の、芋焼酎。まあ、ちょっと甘いかな。割りかし甘めの。でもやっぱ芋の味もしっかりして、若干、ドライな。ドライな、ドライなような。あ、やっぱ 1.8 リットルと、この 720ml だと全然、見た目が全然違いますね。瓶の見た目が。これ美味しいですね。
しっかり芋の味がする。フルーティーと、結構香りも強めの、ですね。香りも強めで、芋っていう感じの。ね、味になってますね。ちょっと辛口ですかね。どっちかっていうと、辛口っていうか。この白玉のつゆなかなか売ってないんですよね、やっぱり。あの、魔王があるからね、やっぱりね。まあでも、そこまでびっくりする味ではないですね。すっきり。芋。でも芋の味がしっかり、結構強いんで。まあ、あれですね。あの、伊佐大山の、ちょっと甘いバージョンかなーっていう。伊佐大山よか甘い。でも、伊佐大山並みに結構芋の味がポンとくるんで。こんな感じですかね。ちょっとお湯、熱燗にして飲んでみようか。また変わるかもしれない。よいしょ。いや、風っていうか、鼻風が、一向に治んない。鼻水がもう出まくりの、出まくりん。有名銘柄、魔王の蔵元、白玉醸造が作る、定番レギュラー芋焼酎。すっきりと癖のない味わいに仕上がる原圧蒸留と比べて芳醇な旨味のある味わいとなる上圧蒸留で作られた芋焼酎です。上圧蒸留とはいえ、この白玉のつゆの味わいは非常にすっきりとしていて、後口のキレも非常によく、スイスイと肺が進みますと。まあでも、まあ確かにすっきり。そうですね、そこまでピリピリっとした、あの、口当たりでもなく、わりかしまろやかな風味ですが、やっぱり若干、口当たりのピリピリ感が若干あり、芋さもあり、
うん、確かにキレはあるね。あの、すっきりとした。コクがある味わいというよりは、すっきり飲みやすい部類の芋焼酎かな。うん。そうです。薩摩茶屋も飲んでみたいんですよね。売ってたんですけど。薩摩茶屋。村尾酒造。あ、これ村尾酒造のやつなんか。村尾のあれか。村尾の作ってる酒造のあれなのか。道理でこの薩摩茶屋。これ、有名ですよね。売ってないんですよ、全然。売っててもね、あの、プレミアついてるんですよね。なんで村尾はプレミアつくのは分かったとしても、なんでこの酒造が同じだからつってプレミアつけやがってよ。バカじゃねえの。マジで。値段2倍ぐらいするんですよね、定価の。アホかよ。腹立つわ。あとは、富の宝山。これも飲んでみたいですね。うん。まあ飲んでみたいやつなんて腐るほどあるんですけど。ねえ、クジラとかね。有名な。海とかね。これも有名ですね。高いけど。プレミアついてるけどね。うん。まあ、芋焼酎。明るい農村まずかったしな。プレミアだからうまいっていうわけでもないとは思うんですけどね。まあ。まあ、プレミア焼酎、プレミアの酒は一般的にはまあね、買うやつがいるから、ね、転売中も増えるということでね。あまり買いたくはないんですよ。よし、じゃあ、熱燗でいただきましょうか。ね、転売中が喜ぶんでね。あっちっち。白玉のつゆ。でもそこまで、多分魔王がなんかやけに飲みやすいっていう噂はあるんですけどね。うん。まあ今までで一番飲みやすかった酒、芋焼酎って言うとやっぱり、御嶽ですかね。御嶽は飲みやすいというかフルーティーで甘くて美味しかったですね、あれはね。うん。この白玉のつゆは、うん。フルーティー。フルーティーなのかな。フルーティー、いやでも芋っぽいな、完璧にな。フルーティーよかやっぱ芋っぽいですね。フルーティーと芋っぽさどっちですか、どういうどっちですかって言われると、これは芋です。芋っぽいドライな、あの辛口の、まあ、辛口っていうかね、そっち系のあれですねと言わざるを得ないんだけど、でもそれなんだけど、やっぱすっきりしてるから、基本的に芋っぽいやつってあんまりすっきりしないパターンのがね、わかんないけど、もう言っててわかんないけど、でもこれは飲みやすい方の部類だけど芋っぽいなと
飲みやすさと芋っぽさを両立してるなっていう。うん。ね、感じの。うん。芋らしいんだけど、芋っぽさがあるんだけど、しっかりすっきりしてるといった感じでしょうかね。うん。うん。今回からですね、まあちょっと、ね、じゃん。ホワイトボード。こちらにですね、まあ評価っていうのをちょっと、書き出したいと思います。うん。ね、それに従って、うん、酒の三大、まあ、味覚っていうのかな。まあ、お酒って、やっぱり、コクがあったり、まあ、甘みがあったり、香りがあったりとか、いろいろ、評価する部分があるとは思うんですが、ね、そちらをですね、コクと甘みと香り、を全部5段階評価として、ちょっと評価していきたいなと。うん。まあ、今までは総合評価で、5つ星、5評価の 5段階評価だったんですが、ちょっとそれだけだと明らかにちょっと、何を、どういう味わいなのかが、視聴者に全く伝わらないと。うん。いう点で、ね、ちょっと、個人的に考えて、ね、ちょっと書き出したいかなと。うん。まあ、コクと甘みと香り、この3個については、どんな酒でも多分通用するとは思うんですよね。どんなお酒であろうと。うん。ね。コクはないだろう。これは。これはコクはないですね。コクはないので。一つ星にして、甘みは割かしあるので、香りはあるので、こんな感じかな。うん。とりあえず、掴んでいただきましょうか。ね。うん、これはものすごい。ものすごい、なんか、芋っていう、芋っぽさが一気に膨れ上がったな。熱燗にしたら。もう香りがもうすでに凄まじいですね。もう、芋って。で、味が、甘さが逆になくなってドライになる。ん？いや。
深さがなくなったよね、味に。うん。もういきなりドカッと芋みたいな。もうなんか、なんていうかな。より一層芋芋っぽさが増えたね。なんか上級者向けの酒になったね、急に。急激になんか、とてつもなく芋さが、芋という、あの、ね、味わいが。急激に増えて、そしてキレが半端なくなり、口の中に入れた瞬間にもう味がもうそこでスッとなくなるみたいな。だけど、最初の、あの、ドカッといきなり来て、いきなりなくなるみたいな。うん。感じになりましたね。うわぁ。これはどてつもない。どいもだ、どいも。度がつくほど芋っていう味が膨れ上がった。うん。やっぱりこれって、あの、ほら、芋焼酎って、あの、容量、これ720ml ですけど、一般的には 900ml です。ね、芋焼酎ってね。それなのに 720ml にしてるってことは、何なんですかね。容量少なくしてるってことは、やっぱそれだけ、あの、自信があるんでしょうかね。なんか、容量少なくても、魔王のあれだから買ってもらえるぜ、みたいな。そんな感じの余裕が見られますけどね。基本的に日本酒だったらほら、720ml ってあるんですけど、普通日本酒は 720ml ですね。でも芋焼酎普通は900のはずなんですけどね。そこら辺ちょっと、ん?ってなりますけどね。何こいつ、ちょっと、ね、自意識過剰なんじゃねえのって。それともちょっと、やっぱ値段、品質的な意味でちょっと、あの、これ以上900ml にしちゃうとちょっと値段が高くなっちゃうみたいな。そういうことなんですかね。ちょっとよくわかんないですけど。ね、たまにありますよね。てか、たまにっていうか、てか、主にプレミア、常駐ですね。の、によくあるパターンが、720ml の瓶だと。うん。いうのがよくありますけどね。うん。で、よく考えた、これ。書き忘れた。で、最後に、あの、おすすめ度というのを書いておきます。おすすめ度というのは、まあ、おすすめ度数ですね。まあ、いわゆる値段的な意味と、考えて容量とか味とかをすべて総合評価し、うん。これは買いだぞと。やつを、まあ、5段階評価で。これは別に買いだねえなと。ね。多分この白玉のつゆに関しては、まあ、定価っていうか、基本的に定価で考えます。けど、どうなんだろうな。まあ、俺990円で買ったから定価だ、まあ、大体定価ぐらいだと思うんですけど。まあ、とりあえず俺が買った値段で考えて、
定価だとそれはあれか。やっぱ店頭価格ですかね、やっぱね。店頭価格で考えて、やっぱ魔王だったらほらプレミアだから、ね、1万円ぐらいするとかね。で、1万円で買ってこれ飲んで、うーってなって。あの、前、久保田みたいな感じですよ。2000円で買ってあの程度の味だったらもう一つ星とかね。そういうレベルですね。そういう感じで考えると、まあこの白玉の梅雨に関してはまあ、別に、至って普通じゃないですかね。はい。書き終わりました。ね、はい。国一つ星。うん、ここはこれありません。これは。うん、すっきりしたタイプの焼酎ですね。はい。そして甘み。これはまあ割かし、まあ普通ぐらいかなと。で、香りが結構割とあって。で、一番下ちょっと見にくいかもしれないですけど。おすすめ度数が、三つ星となっております。別に、うん。普通なんで別に買っても買わなくてもどうでもいいですよっていうレベルですね。これはね。うん。まあこちら。ね。これでちょっとはね、わかりやすくなったんじゃないかなと思います。うん。まあ少なくともこの4つ?まあまあ上の3つですね。主に、あれですけど。うん。だから、コクが一つ星だからといって、ね、別に悪いということじゃないんですよね。これは、あくまでも。コクが一つ星だということは逆に、キレがいいってことですから。逆の意味もあります。甘みが一つ星だからといって、それは辛いからいいという場合もある。香りが少なかったとしても、それはまあ、その酒の特徴の一つですから。別にこれはもう、いいか悪いかで判断してなくてですね、5段階中、あの5段階の5つ星だったら一番いいっていうわけじゃないですね、結局その下げの。ただ少なくともおすすめ度は5段階で一番5つ星の方が 100% いいっていうのはもう確実です。うん。1つ星はもう全くおすすめしませんということですので、まあ、参考に。なれば幸いでございます。はい。ね、コクと甘みと香り。こちらはもうどんな酒でも、日本酒だろうと、ビールだろうと、ね。はたまた、ね。なんだ。ウイスキーだろうと。もう多分、ほぼ万国共通じゃないですかね。やっぱり、酒の中で。うん。この三大、ね、味覚、酒にとっては、多分これはもう、ね、もう欠かせないあれだと思いますね。ので、まあ、わかりやすい、少しでもちょっとね、味の感覚を、ね、わかりやすいかなと思いまして、はい、こちら、ね、書かせていただきます。それではまあ、こちらも、もうね、あの、下の詳細文の方に、動画の詳細文の方にこのね、4つ、ね、コクと甘みと香りとおすすめ度。まあこれはもう全部、書いておきます。が、たまにですね、俺の気が変わってですね、動画の説明文にちょっとズレが、一つ星だったのが二つ星になったりとか、いうのも、当然考えられますが、それはまああくまで、動画を撮った時と、撮った時はこの評価。で、動画にアップした際に気が変わったって、いうことで、まあ、修正を加えるわけですね。いう可能性があるんで。まあ、一番、俺の、その、ね、味覚が、後々こう、いろいろ変わったりする可能性がありますけども、まあ、少なくとも、まあ、動画を撮った時はこの評価。だから正しくは、動画の説明文に書いてあるのが正しいと。まあ、一番近い、近場の評価ということになりますので。そこら辺ご了承いただくとありがたいです。それでは、またね、ご視聴ありがとうございました。